安倍首相が報道会議でマスコミの偏向報道をチクり。12月15日、安倍総理は共同通信加盟社編集局長会議に出席し、マスコミの偏向報道について講演で、皆さんの中で最近、学生が集まらなくて大変だという会社があるなら、おそらく政治や経済のニュースが従来型の、ステレオタイプに陥っているからではないかと述べ、報道のあり方をチクリと指した。講演の中で現在のマスコミのあり方について、就活中の学生を絡めて反撃を行った。具体的な報道内容や根拠は示さなかったが、自身に対する批判的な報道に不満が募っているようだ。案の定、この誘い、に朝日新聞が釣り上げられる結果となった。引用すると、安倍首相私は同年代に嫌われ悲しい。新聞愛読者層では、見出し。首相と同じ60代からの支持率が比較的低いことも挙げて、同年代に嫌われたと悲しい思いがする。新聞愛読者層ではないか。もう少しを手柔らかにお願いしたいと述べた。おそらく朝日新聞は自社が批判されたと思ったのだろう。むきになって安倍総理を悪く書き連ねる。具体的な根拠は示さなかった不満が募っているようだという箇所を指摘するところからは、書き手の性格の悪さが伺える。記事の見出しも悪意が感じられるもので、まさに安倍総理が指摘した通りのことを繰り返していることがわかる。今時、朝日新聞に入りたがる学生は政治的におかしな思想を持っているものばかりかもしれない。日頃から SNS を使いこなし、インターネットで情報収集する若者はマスコミがどれほど間違っているかを、よく知っている。何より就活中の学生は景気を良くして内定率を上げてくれた安倍総理に、大変感謝しており、はじめから好意的な印象を持っているのだ。本来、事実関係を客観的に伝えるべきメディアが今や偏った政治活動団体になっている。普通の学生は変な政治活動団体に入ろうとはしない。60年前後昔、私が中高生時代には教師から朝日新聞を読むように指導された。家庭では西高読。一氏は朝日だったから馴染みがあった。少年の感想でも文章が平易だったこと。ニュースの背景を丁寧に書いていたこと、文化、文芸欄が充実していたような好印象があった。連達の記者による鍛え抜かれた出力は、多少しのぐとの評判だった。もう主従申すまい、社会の僕宅であることを捨て、事実を報道するどころか、話をこしらえて報道する。客観的批判を装って時の首相を一方的に嫌悪する。中曽根元首相もそうだった。傲岸さに辟易する。実直に社会に貢献しようと志す若人も同じだろうと思う。それでもほとんど毎朝ネットで朝日の社説を読む。またやっているか、と思いつつ。